ラジオドラマパールデンブルームシアター君に赤い口紅を。目を覚ますと彼女の姿はなかった。荷物をまとめて出て行ったらしい。ガランとした部屋に僕は取り残されていた。とうとう一人ぼっちか。彼女と出会ったのは1年ほど前のこと。僕がいたスーパーの化粧品売り場の棚の前で彼女は口紅を選んでいた。これはダメ、似合うわけない、こんな口紅とても。彼女は暗く寂しそうだった。何もかもが地味で頼り投げで、元気づけてあげたいと思った。どうしよう、どれも高いし、どうせ私には。お客様。え？こちらにもございますのでどうぞご覧を。ああ、これなんかいかがでしょう、お安くなっておりますが。でもどうかしら。ほら、どうぞ手に取って。綺麗な色でしょ、お客様にお似合いになるかと。そう、そうね。それがきっかけで、やがて僕らは共に暮らすようになった。なんか変な感じ。自分じゃないみたい。そんなことないよ。いい感じだ。そうかしら。彼女の小さな唇に赤い口紅はよく似合った。鏡の向こうで真っ赤な花が鮮やかに咲いていた。変われるのかな、私。変われると思う。もっと自信を持たなきゃ。自信を？私に何が、取り柄なんて何もないのに。君は綺麗だ。真面目で一生懸命だし、ただそれに気づいてないだけだ。誰にも引け目を感じることはないんだ。本当に？僕がついてる。応援してるから。本当に似合う？この赤い口紅。ああ、よく似合ってるよ。とても綺麗だ。そうね、そんな気がする。僕は毎日彼女を励ました。そのせいか彼女の表情が明るくなった。仕事が決まったの。採用してくれるって。大きな会社よ、社員もたくさんいるし。それはよかった、おめでとう。でも大丈夫かな、私なんかがちゃんとやっていけるのか。君は認められたんだよ。自分に自信を持つんだ。そうよね。頑張らなきゃ。そう、その調子だ。頑張れ。ありがとう。いつも励ましてくれて。彼女は僕を必要とし、僕も精一杯彼女に尽くした。幸せな日々が続いた。ところがある日。どう？似合う？彼女の唇がピンク色になっていた。口紅を変えたのだ。変わるものね、口紅の色で。まるで感じが違う。こっちのがずっといい。どういうことだ？僕が喜ぶようにと、あれほど赤い口紅ばかり使っていたのに。もしや心変わりを？そんな、まさか。どうして黙ってるの？でもいいわ、今日からこの色にする。私は生まれ変わったの。もう昔の私じゃないもの。なんてことだ。励まして彼女に自信を与えたことがあだになった。彼女の気持ちは僕から離れ、新しい相手へと。そしてついに奴が現れた。おい、
おいって、あんただよ。聞こえてんだろ？返事なしかよ。不愛想な野郎だな。何やってる？なんだって？どういうつもりだ？ここで何してる？何してるって、惚れたのよ、あの女に。向こうもまんざらじゃないようだしな。嘘だ。まあ事実を認めたくねえのはわかるけどよ。どう見ても仇とは思えない。なんで彼女はこんな奴を。けどなかなかの女じゃねえか。お前にはもったいねえ。磨きゃいい玉になるぜ。やめろそんな言い方。ああ大変、もうこんな時間。支度支度。な、聞いてくれ。君は騙されてるんだ。こんなのと関わってもろくなことがない。不幸になるだけだ。目を覚ましてくれ。頼む。よせよ、聞いてねえって。あいつはもう俺に夢中だからね。口紅、口紅。ほら、ここだ。よくめかし込んでな。俺に恥かかさないでくれよ。あ、おい、彼女に近づくな。何やってる。あ、やめろ。うるせえな、邪魔するな。ああ、目の前でなんてことを。そう、それでいい。まったく惚れ惚れするぜ。しっかり稼いでこいよ、待ってっから。え、俺も一緒に行くのか。しょうがねえやつだな。くっそー。まあそういうわけだ。後でまたな。戻ってくるのか。当たり前だろう。一緒に暮らす気か。そりゃそうだ。バカな、ありえない。そんな不埒なことが許されていいはずがない。お前何か勘違いしてねえか。勘違い、何が。とにかく嫌なら出てけってことよ、そっちがな。なんだと。なんで僕が。だったら早くなれるんだな。いいんだぜ、俺はお前なんかいてもいなくても。とうとう奴は部屋に居座ってしまった。お気に入りの場所も奴に乗っ取られ、僕は片隅に追いやられた。やだ、ダメよ、見てるから。いいよ、ほっとけって。やめてったら。ほら、こっち向けよ。ちょっとなあ、ほら、いいだろ。これは夢だ。悪い夢を見てる。もう何が何だかわからない地獄のような日々。おい、何の真似だ。冗談よせ。彼女が眠った真夜中、ついに奴に対決を挑んだ。やめろよ。俺にかなうと思ってんのか。どうなんだ、出ていくのか行かないのか。返事次第では。本当にやる気かよ。どうなっても知らねえぜ。黙れ。彼女を取られるくらいなら死んだ方がマシだ。何勘違いしてんだよ。だから何が。わかんねえのか。俺たちは口紅なんだぜ。口紅。口紅。お前、自分を何だと思ってたんだ。何言ってる。何マジになってんだよ。ただの口紅が人間の女に惚れてどうすんだ。バカな、何をわからないことを。落ち着けよ、目を覚ますんだ。うるさい、いいから出て行け、このピンク野郎。おい待てって。くそー。ああ、もったおっとっと、危ねえ、止まれ、落っこちるぞ。わっ、崖だ。なんでこんなとこに。ああ、ダメだ。うわー。おかしい。痛みがない。あんな高いところから落ちたのに。何か言ってたな。奴がおかしなことを。口紅？僕が口紅だって？口紅？そうか。思い出した。
僕は口紅なんだ。ここは部屋の床の上。崖だと思ったあれは、鏡台か。鏡台の端から転げ落ちて、そうか、そうだった。スーパーの棚で、誰かに買われるのをじっと待っていた。流行遅れの安売り商品。客の彼女がやってきて、必死に呼びかけた。こっちを見て、僕を選んでくれって。彼女の小さな唇を、僕は毎日赤く染めてやった。綺麗だよ。頑張れ。そう励ましながら。楽しくて、幸せで、すっかり我を忘れていた。でもそうか。そうなんだ。なんだかとても疲れた。一眠りしよう。そうとも、仕方ないじゃないか。そして、目が覚めると彼女の姿はなかった。荷物をまとめて出て行ったらしい。どうやら引っ越したようだな。僕は忘れられたらしい。とうとう一人ぼっちか。彼女は今どこにいるんだろう。僕の声はもう届くことはないんだろうか。彼女のあの唇に僕はもう触れられないのか。多分そうだろうな。今はただ彼女の幸せを願うのみ。でも本当よ。確かに出るときに。あれ？どうだい？ああ、ほら、やっぱり残ってた。おかしいわね。だから言ったろ？部屋を出るとき確認しろって。したわよ。でも残ってる。段ボールが一つ。やれやれ。ごめん。でもこれでようやく二人で暮らせる。本当にいいのか？俺のあんな汚いマンションで。十分よ、二人で住むには。贅沢することないわ。本当にいいのか？だから。そうじゃなくて、本当に俺でいいのか？え？君のような人なら、他にどんな結婚相手でも選べるだろうに。安月給の、何の取り柄もないこんな俺と。私はあなたがいいの。他の誰でもなく。でも、俺のどこが？いいじゃない。好きなんだから、それで。聞いておきたいんだ。最初にちゃんと。怒らない？怒るなんて。でも、恥ずかしい。いいから、ほら。声が好きなの。あなたの声が好きで。声？さあ、この箱を運んじまおう。よい。ちょっと。あれ？見ろよ。口紅が落ちてる。あ、こんなところに。どこ行ったかと。埃だらけだ。ほら。初めて買った口紅よ。化粧は嫌いだったけど、就職するのにそうもいかないし。つけてみろ。え？正直言うと、いつもつけてるピンクのは、どうも君に合わないような気がしてて。そうだったの？だからほら、その赤い口紅を。じゃあちょっとだけ。どう？ああ、いい感じだ。本当に？ああ、よく似合ってるよ。とても綺麗だ。山本武史作、君に赤い口紅を。ただいまの出演、淀里江、川島隆、矢田忠介でした。